こんにちは、コストコガイドの浜美です。私はコストコが大好きすぎてブログやウェブメディアでコストコ専門ライターをしています。今回は2020年ハロウィン時期の新商品をご紹介します。商品名はパンプキンプリンタルト、名称は洋生菓子、原材料名はこちらになります。パンプキンピューレの割合が一番高くて、ババロアミックスやカスタードクリームミックスなども使われていますね。原材料をざっくり見ると、前作の洋梨タルトと同じものが多いように感じます。米印でシナモンを使用していますと書かれているので、シナモンの強弱も味のポイントになってきそうですね。お味が気になります。内容量は 1P。価格は1498円。消費期限は今回購入日を含めて4日間でした。容器サイズはトリプルチーズタルトや前作の洋梨タルトと同じ 33.5cm×33.5cm× 高さは 7cm でした。結構この幅があるので、冷蔵庫のスペースを確保してから購入しましょう。ではでは、早速開けてみたいと思います。こんにちは。うーわー、このデザインがまた可愛いですよね。粉砂糖で描かれたシンプルなものなんですけれども、ハロウィン仕様のコウモリ、そして3パターンのジャックオーランタンがなんとも可愛いですね。右側がお目目クリクリの可愛いタイプで、真ん中がイヒッという感じで、左側がイヒッみたいな感じですかね。右からこうやって左に行くにつれて、少しデビルテイストが足されていくような感じでしょうか。いやー、粋な計らいですね。周りをクリームで囲んでいる感じは、前作の洋梨タルトを思い出させますね。開けるとシナモンの香りが漂ってきます。私のシナモンに対するパッションは普通レベルなので、特に嫌な感じはなく、美味しそうないい香りが漂ってきています。タルトの直径は約30センチ。コストコ会員証と比較するとこんな感じになります。重さを測ってみると実質 1.7 キロほどありました。立派なプリンタルトですね。うん、結構な迫力です。ちなみにカロリーは 100g あたり 252kcal です。ワンホールに換算すると約 4284kcal です。よっ、さすがコストコ。12等分だと約 357kcal なので、前作の洋梨タルトよりはまあ若干ですが抑えめな印象です。ではカットしていきます。こちらのスイーツは12等分ぐらいがちょうど良いかなと思います。プリン部分はゼラチン質のようにプルプルっと形状を保っているので、割と切りやすいです。しかしタルト生地がパイ生地のように層をなしているところがあるので、プリン部分から剥がれやすいです。アルミ容器からお皿に移す際、底面や側面のタルト生地が剥がれないよう、包丁と手でしっかり固定して移すのがポイントです。切るごとに包丁についたクリームをキッチンペーパーで拭き取ると、よりきれいに切り分けることができますよ。どうしても切りにくい場合はカット前に数時間冷凍庫に入れておくと少し切りやすくなります。では早速食べてみたいと思います。いただきます。おお、シナモンが効いていますね。カスタードミックスとババロアミックスを使用したプリン部分はもったりとした食感で、かぼちゃとスパイス系の風味が広がります。口に入れると滑らかではありますが、かぼちゃ特有のザラつきも感じます。タルト生地はしっとりではなくサクサク系で、パイ生地テイストも入っている印象。周りのホイップクリームは甘さがあり、食感としてはふわっと軽めの口当たりです。味変したいときに良いですね。
全体的にしっかりとした甘さはありますが、かぼちゃやシナモンなどのスパイス風味、そしてシンプル味のパイ系タルト部分がうまく甘みを抑えているようにも感じます。一言で表すなら大人向けスイーツかな。正直私は王道の甘いスイーツが好きということもあってか、少しスパイスの風味が気になってしまい、少量食べて満足ですという印象でした。一方、主人はメガヒット。主人はチョコやバニラ味よりもフルーツ系のスイーツを好むタイプですが、かなりお好みの味だったようです。シナモン風味がある分、好みはかなり分かりやすいスイーツだと思います。冷凍方法は食べやすい大きさにカットしてラップに包み、ジッパー付き袋に入れれば OK です。早めに手をつけれそうな場合は一口サイズにカットして直接タッパーに入れても良いですね。解凍するときは冷凍庫から冷蔵庫に移し、冷蔵庫内でゆっくりと自然解凍させましょう。冷凍したまま食べるとアイスケーキのような感じで食べることもできます。はい、ここでバンプキンプリンタルトのまとめです。全体的に大人向けスイーツという印象でした。シナモンなどのスパイスが効いているので万人受けというよりはかなり好みが分かれそうな気がします。しかし好きな人には深く刺さるお好みドンピシャの味ではないかと思います。小さなお子様が集まるという場面よりは大人が多い方が活躍するスイーツかな。価格的には12等分の1カットあたり125円です。シナモンなどのスパイス、そしてかぼちゃペーストを使っているという点を加味すれば、コスパはなかなか良いのではないかなと思います。冷凍保存が OK なのもありがたいですね。ハロウィン限定の商品だと思いますので、気になる方はスイーツコーナーをチェックしてみてくださいね。以上、コストコのハロウィン時期限定新商品、パンプキンプリンタルトのご紹介でした。重さを測ってみますと、実質 1.7 キロほどあり、立派なプリンタルトになりますが、私はコストコが大好きすぎて、コストコのお得情報や裏技などをちょっとマニア的にブログで発信しています。 Twitter や Instagram でもコストコのお得情報を発信しています。URL を概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録やグッドボタンを押していただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。